ヌレークダムは、タジキスタンを流れる爆手川に築かれたダム。304メートルのお包み高は、世界屈指である。北緯38度37分15秒、統計69度34分92秒に位置し、ソ連時代の1961年に着工、1980年に完工したアースダムである。水力発電を行っている。なお、 同国のログンダムの包み高は335メートルで、こちらは2018年時点で世界一となっている。ヌレークダムはソ連統治下にあった1961年から1980年の間に建設された。安全性を確保するために、停滞内中心部に土質車水壁を設けている。ダムには合計9個のタービンが設置されている。 タービン1個あたり335メガワットの発電容量があり、合計で2.7ギガワットとなる。現在に至るまで改良が続けられ、1994年の時点で国の電力需要4.0ギガワットのうち、約98%を賄っていた。濡れエクダムの貯水容量はタジキスタンで最大であり、10.5立方キロメートルの容量を持つ。 長さは7 0トル、表面積は98平方キロメートルである。貯水の利用形態は発電のみならず1 4トルの段柄用水路を通して700平方キロメートルの農地の灌溉にも使われている。ありがとうございます。